はい、街を良くすると、細谷秀明でございます。日時はですね、2021年7月の今日は8日でございます。木曜日でございます。はい、今いるところはですね、東京都青梅市のですね、西部地区なんですけれども、今ですね、ちょっと気になったものを見ましたので、急遽撮影をしております。はい、あそこ、今ですね、中央なんですけれども、中央のですね、動画の中央の部分で、煙のようなものが立ち上がっております。はい、煙が立ち上がっております。もやではありません。はい、ちょっとですね、ズームがですね、これは限界ですので、これ以上ですね、ズームはできないんですけども、はい、野焼きでしょうか、焚き火でしょうか、火事ではないと思うんですけれども、青梅市はですね、ついね、何ヶ月か前に、青梅市沢井地区でですね、大規模火災があったばかりです。それにもかかわらずですね、山間部で、焚き火のようなものを、しております。これはですね、ちょっと旗から見ますと、火事とね、間違えてしまって、119番にですね、通報される方もいますので、消防署等にですね、許可を取らずに、野焼き等は禁止されておりますので、ぜひともやめてください。はい、ぜひともやめてください。これはね、どう見てもですね、ちょっとこれ野焼きですね。はい、焚き火でしょうか、野焼きでしょうか。ちょっとですね、見た感じではちょっと山間部から出ておりますので、やめてもらいたいですね。青梅市沢井地区でですね、大規模災害があったばかりでございます。場所はですね、青梅市西部地区になるんですけども、ぜひですね、ぜひとも、野焼きは、市内ではやめてください。現場からは以上でございます。街を良くすると、細谷秀明でございました。